トレカイレゲットしちゃった。ウキウキでプリプリ、かわいい。これどうやって入れるか知らないけど買ってしまった。どうやって入れるんだろう、本当に本当にどうやって入れるんだろう。ちょっとね、入れ方知らないんですけど、可愛すぎて買ってしまった。開けれた、開けれました。え、これ絶対ここに入れるやつやん、可愛い。どうですか皆さん。でもね、SKE のお宅はあんまりさ、こういうの使わないからさ、あんまみんな世代じゃないでしょ、そういう、あんまみんなこういうの使わないからさ、使ってほしいなって思うんですけどね。願望、まあ、私が可愛いの好きなだけです。これは絶対にカレンタンを入れてやるって思って、もうピンク、ピンクでさ、なんか耳ヒーユじゃんこれ、リーナやんこれ、見て、天使やん、耳ヒーユやん、え、めっちゃ気持ちいい。でリボンやん、リーナの好きな。で見て、ピンク、え、これリーナやんって思って買っちゃいました。私今やっぱり推しメンカラーってことで、これはもう買うしかないと思って、全然これを買うつもりでお買い物に行ったわけじゃないんですよ、じゃないんですけど、思わず買ってしまった。いや、自分で作るよってちょっとね、私の心の中の天使と悪魔が戦ってたんですよ。いや、これは自分で作れよっていう悪魔のささやきと、こんな可愛いの自分で絶対作れないから買っちゃった方がいいんじゃないっていう天使のささやきがいたんですけど、あの天使の方に従いました。まあ耳比喩なんでね、純情がわーって天使の人でやってるんで、やっぱり天使の方に従っちゃいましたね。いやー可愛い、なんと言っても可愛いって感じですね。可愛い激かわ。これはね、もういち早くみんなに見せた方がいいと思いました。何、オタク同士なんかさ、わかるんじゃないかと思って、この可愛さが。見せてしまった。まあまだ使う予定はないんですけど、これか、早くゲットしないと。これは嬉しかったですね。誰もありがとう。あのしりとりは何だったの？え、全然正解とかないやつ。え、なんかみんなどんな答えするんだろうなと思って、あの返信を見たかっただけのやつです、私が。だから全然ね、みんなは何の得もない。みんな何の得もないやつだよあれ。ちなみにあのしりとりはみんな何の得もなくて、私が勝手に楽しむやつです。あと、ありがとう。おしとやかな洋服、いただき物。クラックありがとう。天使だ、耳比喩です。可愛いお洋服ありがとう。ね、星が安定してる。もう一個の飾り、あ、モール。覚えた、モールは全然ちょっと無理でした。今日も可愛い、ありがとう。え、これって本当にさ、みんなどうやってつけてるんだろう。無理くないか、どうやってつけるのこれ。なんか本当にテストより難しい、これのつけ方。だって予習とかもできないじゃん。え、どうやってつけんのこれ。普通にもう一度言わせてくれ。ここにバーンってセロハンテープでプスってつけていいやつ。え、あ、落ちたと思ったら何も落ちてなかった。クラッカーありがとう。あ、そう、SK48 プチカフェのドリンク発表されたよ。みんな絶対に飲んでね。世界に一つだけのオンリーワンドリンク、絶対にみんなオンリーワンドリンクゲットしてください。え、
絶対美味しいよあれ。ちなみにちなみに絶対美味しい。え、てかめちゃくちゃ美味しかった普通に。リナねめっちゃ好きなんよ生誕ドリンク。あれ、あれ剥がれる予感がした。なんか9月なんだけどまだ当分は暑いと思うからさ、みんなさちょっと動いただけで汗かくと思うのね。そういう何歩くのも運動じゃん。運動した後に飲むとやばい。あれリナさリハの後にあの試飲をしたんだけど、なんかやばかったあれ。なんかもう染みた、すごく心に心に染みたし、なんか2杯もらったのね。だけどもうなんか2杯飲んだ後なのにもう飲みたいってなっちゃって、すぐにね。だからもう3杯目欲しいって思ったぐらい、自分で飲みに行きたいと思ったぐらい本当に美味しかったので、皆さんたくさん飲んでね、絶対飲んでね、約束だよ、絶対に飲んでください。え、そうカッコ16に変えたよリーナの固定メッセージ。え、でもねファンの人に言われるまで気づかこれでいっか、枠みたいな、枠みたいな。え、どう、なんで何の話してたっけ。あ、そうそうそう、ファンの人に言われてなんか変えた気でいたのね、リーナは。でも多分完了ってボタン押してなくて変わってなくて、かっこ16歳に変えました。更新16になって清潔感が増したね。変わりませんよ、生まれてからずっとずっと清潔です。よし、より清楚になったってことでいいですか。もういいやもういいや、無理だ、このねセロハンテープがもうねつかないんですよ。もう機能してない、セロハンテープとしての役割がないので、もう諦めです諦めモード、はい諦めます。あ、清楚感ね、清潔感かと思った、清楚感増した。え、今日の服でしょそれ。でもリーナ最近ねめっちゃ自分で勝手に思うのがね、なんか自分白い服結構似合うなって最近思い始めたんですよね。だから白い服をたくさんショッピングしていきたいと思います。クラッカーありがとう、ドリンクありがとう、あドリンクじゃないわだるまね、ありがとう、ドリンクは美味しそうなやつだね。え、美味しいよマジで、みんな絶対飲んで。え、なんかこの影だけ可愛い、影のが可愛くない、影のが可愛いんだけど、なんかいい感じや、ミスった。今塗ってるやつ可愛いね、でしょ、やっぱり。ハートありがとう。え、逆じゃない、リップ塗ってるとこ好きだけど。そうなの、なんかリップ塗ってるとこ見ちゃうと嫌だみたいなあったから、さっきはあの遅れてんのにリップ今塗ってましたみんながいない、いない、見えないとこで。世の中がカエル化になってもリーナは何やってもならない、本当に本当に。リップ塗るとこ好きになることはあってもカエル化しない。好きになることあるんだ、え、じゃあいい、よかったんだリップ塗ってんの。
本当に？しりとりはカレンタンの答えで負けました。あ、ありがとう、負けてくれて。でも結構負けてくれるの嬉しいかも最悪カレンでもカレンタンでも負けるね、がついてるから。リーナは一生負けんかも。あ、リーナタン、リーナタンだったら負けるかもね。でもね、なんかさ、すごいなんかいろいろ変わって申し訳ないんだけどさ言ってることが違うじゃないかって感じだと思うんだけどさ、リーナさ、カレンちゃんのことカレンタンって呼ぶのね。だからなんか意外とタンも可愛いなって思い始めて、まあメンバーにもいるしね、タン、なんだいなんだみたいないるじゃんね。だからあれ、意外とタンって可愛いのかもって最近思い始めて。だからね、皆さん、あ、もう呼び方なんでもいいやって思うようになったんですよね最近。本当に申し訳ない、リーナがちょっと嫌かもとか言って申し訳ないですね。すごく結局もう何でもいいやっていう思考に最近落ち着きました。あ、でも変なのはやめてよ、変なのはやめてくださいよ。普通に今免疫いるけど風が涼しくて素敵すぎる。え、わかる、なんか今日めっちゃ涼しかった、今だけね。クラックありがとう。重力に逆らえないのか、いや無理ですよ、さっきの飾りは重力に逆らえません。リーナもドイヒーって使うのね。リーナなんかさ、みんなにつられてさ、昔の言葉みたいなのめっちゃ使っちゃう。肘大丈夫？え、肘見てお揃い、神目だ神目肘神目なんですよ、リーナの肘神目。あのですね、肘はね、肘方歳三、あのですね、やっちゃったんですよあのやっちゃったんですよねあの怪我しました、普通に怪我をしてしまいました、申し訳ない、あの自分でやりました。ハートありがとう。世界に一つだけのオニオンドリンクは美味しい。え、めっちゃ美味しいよ、ちなみに。え、しかもちょっと待って、あの怪我の件ね、これなんですけどさ、あのこんな普通にバーンって絆創膏振ってるけどさ、え、これ本当にあのこのほくろと大きさ変わんないぐらいの傷だね、ちなみにこれえ、こっちは結構1センチぐらい、あ、1センチは嘘だな、 0.8 ミリぐらいです。そんな大きくない、ちなみに松枯れが可愛かったことに最近気づいてしまいました。あれ、気づいちゃいましたかって感じですね。みんな私の可愛さにも気づいてくださいね。クルミにタンプレ渡しに行ったらちょうど S のサプライズのところだったらしいね。あ、クルミンがね。あ、そういうこと。あ、そうなんだ。じゃ全然別に一緒に来たわけじゃないんだなんでクルミンいるんだろうって思ってたんだよねそういうことね。チーム S のサプライズ多いわ、よかった。いや、めっちゃね嬉しかった、普通に泣いちゃった可愛いだけでいいんですと返したい。じゃあ言いに来てください、トーク会とかで。ハートだるまありがとう。誕生日から2日経過しただけだと生誕祭が終わるまでは誕生日気分、10月に生誕祭かな。え、誕生日気分もとっくに終わりましたね、けど生誕祭の時にまた誕生日気分になりますフラッグありがとう、ハートありがとう。
飯食べたりとか。あ、そうですよ、あ、全然配信とかそういうのじゃないですわちゃわちゃってそんな枕投げとかそういうのじゃないですよ。ご飯食べただけです。ハットだるまありがとう。そう、可愛くないこのトレカ入れ、もう一目惚れ。え、一瞬止まった？本当に？可愛いスタンプありがとう。買ったはいいが入れ方が、え、入れ方わかったよ、天才だ。アイムリーナタン。でもリーナがこれやってもさ全然可愛くないんだよね手がでかいから、手がでかいからさ、リーナがこれやっても全然可愛くないんだよ。なんかさ、みんなはさ、女の子とかさ、こんなこんなんなるのね、こうやってやったらうんみたいな、なのにリーナだけこうなんだよ。でかい、でかいんです、でかい、手がでかいんです。え、なえ、なんだっけ、なんかこれでさ、ウーパールーパーみたいな芸人さんかな、なんか今思い出しちゃった誰もありがとう。どういうものか分からず可愛さに衝動化した。いや、どういうものか分からないけど、どうやって入れるのかは分かんなかった。持ち歩くにはデザインが可愛すぎる。あ、そういうことね。品物なら持ってる。え、じゃあマイメロ作ってよ、マイメロ。ハト、ありがとう。リラのための商品だった。そうですよ。もう耳ヒーンの MV 見てから作ったんじゃないですか。それはありがとう。え、わかる。SK メンバー縫い出してほしい。え、リラも縫い作りたい。もう耳ヒーンで作るしかない。え、絶対みんな買うでしょう。リラ私のさ、縫いがあったら、ぬいぐるみ、ちび縫い、え、絶対作る。リナも欲しい。今日はポニーテール、ゆらゆらしたらもっと可愛いはず。そうですね今日ポニーテールです。え、音ずれしてる。え、まだまだまだ声ずれてる、もしかして。あれ、声が遅れて聞こえるなってますか。耳ひゆだから天使しかいないのだ、確かに。ほら、ありがとう。ありがとう。正解あるかと思ってめっちゃ悩んだ。そんなバブルで悩まないでください。気軽に気軽にやりましょうもてあそんでるわけじゃないですよ。両面テープでつけるのかな。いや、普通のテープなんですけど。両面テープ、どうやってつけるんだろう。みんなこういうパーティーやったことある？教えてください首に巻くの絶対それ正解じゃない。首に巻くのは蛇だけです。星の紐に巻きつけてみる。え、考えたけどさ、そうすると星が隠れちゃうんだよね。飲みに行かないと。いつからや。え、確か27日からだよね、生誕ドリンク。飲んだら鬼側になれるかな。え、頑張ってみてください。一回たくさん飲んでみたら鬼はなれるんじゃないでしょうか。なれたら教えてあれってサイリウムカラーになってるの。え、なんか別にサイリウムカラーを意識してる、なんか全員が全員意識してるわけじゃない。リーナがたまたま送られてきたのがサイリウムカラー意識してますよってやつだったけど。あと、ありがとう。でもリーナのサイリウムカラー美味しいものばっかじゃない、普通に。でもなんか普通にさ、試飲でさ、いただいたさ、そのSKプチカフェのアイスクリーム、バニラアイスがめちゃくちゃ美味しくて、あれめっちゃ美味しくて、リーナさ、バニラアイスちょっと苦手なのね。あ、嘘ついた、嘘つきました。あ、苦手じゃない、
苦手は嘘ついた。アイスクリームを頼んだ時にリナはわざわざバニラアイスを頼まないですよ。あのチョコが好きなんでチョコアイスを食べるんですよ。でも普通にバニラ好きです。あの普通に誤解を招きました。バニラアイス好きですよ。すごい好きだから普通に食べれます。食べれるんだけど、なんかチョコがあったらチョコ選ぶみたいな感じなんですよ私は。でもあのアイスクリーム美味しすぎてビックラポンでしたね。あの仰天しました。仰天。なんか普通に教えてほしかった。商品名教えてほしかった。え、本当に家で食べたいぐらい美味しくて、なんか冷凍したのを出したばっかだったからかな、なんかすごいシャリシャリしてて、でもシャリシャリもそうだし味が普通に美味しくて、みんなにも食べてほしい。普通に美味しかった。リーナ死因なのにさ、普通に飲むの楽しみにしていってるんだよねいつも。でも本当になんかリーナはちょっとミルクが苦手だから、なんかあんまり、なんて言うんだろうな、あんまり飲めるドリンクがないのね。そういうドリンクでジュースなんか三ツ矢サイダーとかさ、そういうのにペットボトルとかで売ってるようなジュースしか普段あんま飲まないんだけど、だいたい全部さモカとかさ、なんかミルクが入ってる系のやつだからさ、あんまり飲めるドリンクがないんだけど、生誕ドリンクはね、あの嫌いなやつを入れないようにしてくださってるから、飲めるやつを入れるようにしてくださってるから、すごい美味しくて。もう本当にね最高でした。普通に本当に飲んでほしい。熱弁しすぎたかも。めちゃくちゃ時間使ったね。コースター当たるまで飲んでよ。当たっても飲んでね、美味しいんで。シンプルなメンバーもいたね。おでんとかね、冬じゃないけど冬にあったら絶対買っちゃう。リーナ去年のドリンクでリーナのコースター引いてた。おお、引くまでやってよ。引き終わっても食べてよ、飲んでよ。え、まだ声とずれてる。なんて言うんだっけこれ、声が遅れるのなんて言うんだっけ。いや、あれいつまでやってる。27日から。オニオンドリンク全然味が違わないとオンリーワンではないのでは。全部味が違わないと、うん、どういうことだ。ごめん理解できなかった。めっちゃ今ねすごいいろいろ考えてたんですよ。ん、全部味が違わないと。いや、でもすごいぐるぐる、もう100回転ぐらいさせて言います。あの理解できませんでした、すいません。すいません。誰もありがとう。1日5回順序が先生。いや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 、最低でも10回は見てください。私寝る前に見てます。誰もありがとう。もう少ししたら観覧車コラボ期間。え、ね、そうだよね、楽しみ。観覧車の、あの観覧車乗ったことないんだよリーナ。乗ってみたい。何時まで配信？30分まで。延長絶対しない。っていつも言ってる。ニラのコースター出るまでは飲みます。出ても飲んでください。美味しいので。誰もありがとう。ガッツまで多いからコースター欲しいのゲットするの大変そう。でもなんかたまにさ、スタッフさんでさ、なんか誰が好きなんですかって言ってくれる人いるよね。でもみんなくれても飲んでよ。カジケンさんのチームストッピングを食べてドリンク飲んだらすごく胃が重たくなりそう。
でもね、リナのやつグレープフルーツだからね、結構すっきりした感じだから、逆にいいと思いますよ。油の後に。最近派手にやっちまった出来事。派手にやっちまった？全然派手じゃないんですけど、本当になんか最近別にやっちまったことないので 全然派手じゃないんですけど、普通にやっちまったことといえば、今日別に全然そんな早く起きるつもりじゃなかったんですけど、アラームを一応早めに設定しておいて、まあいろいろ準備したかったので、早めに設定しておいて、10個ぐらい鳴ってんのに起きれなかったことですね。別に全然いいんですけど 遅れたわけじゃないので。花束ありがとう。壁とのないしごありえるかもね。セロテープは重みに耐えられない。じゃあセロテープに頼りすぎたのか。結構どころかめっちゃ似合うよ。本当？白？やった。じゃあ純白でいきます。純情。私一番純情なんでね、耳比喩で。さすが白天使リーナ。そうですよ、白が似合うんですよね、きっと。あと誰もありがとう。ネットショットショッピング、ショットじゃないですよ、ネットショットショッピングですよ、ここ大事。 虹色のやつどこ行っちゃったんだろう。多分捨てられました。クラックありがとう。ほらありがとう。でもさ、リーナさ、白い服ばっか買ってるけどさ、好きだからね、白かピンクとか大体それぐらい買ってんだけど、なんか白いスカート持ってんのにさ、黒い服全然持ってないからさ、使う機会が全然ないんだよね。ハートありがとう。クレープにバナナとイチゴとアイス、どの組み合わせで入れる？どの組み合わせ？全部入れるくない？バナナイチゴアイス全部入れますよ。みんな何しても好きだよ、本当に。誰もありがとう。ハートありがとう。今日雨降ってから夕方秋らしくなった。そうだよね。雨効果やっぱり、なんか結構あるくない？雨降った時からなんか気温涼しくなって冬に近づいたみたいな。やばい、ラストクリスマスって感じですね。ハートありがとう。リーターはあだ名に、いや、もともとリーナのさあだ名にさ、リーちゃんとリーター入ってるんですよ、実は。いやとか言っといて、僕は裏でリータンって呼んでるよ。あ、いつの間に？びっくり、言ってることが違うじゃないか。 それは私が一番自分に突っ込んでます。ハートありがとう。リータンとミータン聞き間違えそう。いやいやいや、 R と M だから大丈夫です。ドアールとド M だから全然違いますよ。リーザイモンとかダメ。それは誰がどう考えても変なあだ名ってわかるよね。今日から熱帯夜から解放される。本当に？今日から涼しいのかな、夜は。すごいあざと絆創膏。あざ、あ、あざ、あれ、あれ、どこに行った？あれ、どこ消えた？リナのあざどこだ？あ、これだ。あざなのかな？ちょっとわかんないですけど。道路でこけた。道路でこけたさ、リナが小学生、小5とか、小6かな？小6、中 1？ 小6か中 1？ 中1かな？中1だ。中1の頃のね、跡がね、まだ残ってるんですよ。左右非対称、嘘、対称、名誉の負傷。 違います。 ありがとう。全然痛くない。みんなめっちゃ心配してるけど、全然こんなんかすり傷ですよ。死ぬこと以外かすり傷。本当にそう。 めっちゃ思う、みんなすごい思う。なんかさ、ちょっとさ、うわ痛みたいな思っても、別に死んでないからいっかって
思う、すごい。はたりがとう。大きな傷のような気がする。え、やっぱりなんか絆創膏がちょっと大きめだからさ、すごい傷なんかなって思うよね。申し訳がない。ラブレターハートありがとう。サプライズバレバレだと思ってたらしいけど、実際欲しかった系、わからんかった系かな。え、誰が言ってた、バレバレだと思ってた。え、なんかあのあとさ、普通に帰ってる時にさ、え、アンズ気づいてたみたいな、なんかアンズが全然帰んなかったから、アンズ気づいてんのかなみたいな思ったら、なんか普通にユーネが、え、ユーネがさ、ちょっと待っててって言ってたらしい。え、リーナ全然聞いてなくてその言葉を、だから普通にリーナ全然帰ってなかったんだけど、なんか、え、そうかなってちょっとだけ思ったみたいな言ってたけど、リナ全然気づかなかった。え、なんか普通になんかその日の何リハーサルの日の朝、普通に何楽屋入ったらおめでとうってみんな S の先輩が言ってくださったから、なんか普通にそれで終わりだと思ってたから、リナは。え、だからなんか普通に、こんなことあるんだなって思ってたリナ。11期だけ呼ばれないこととかあるんだってすごいね思ってたんだけど、そしたらまさかのまさかですごいびっくりしましたね。急に足音がするからさ、え、どうしたみたいな思ったら、なんかサプライズでめっちゃびっくりした。なんかびっくりしたのと嬉しさの涙でした。本当にびっくりした。あ、ありがとう。本当に気づかなかったリーナ。サンプレすべて送り切りました。嬉しい。ありがとう。たくさん切るかつけるかします。何かわかんないので。ありがとう。手がでかいんじゃなくてお顔が小さいんだ。いや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 、手がでかいですよ。大きい手も魅力だね。かっこ握手しに行きたいな。じゃあ握手しに来てください。手でかーとか思ったことない。本当？でかいんですよ意外と。手が大きいとパフォーマンス魅力的に見えるから武器。じゃあ広げていきますこれから。4万円再生超えた。もっともっと。まだずれてんのやばくない？もう喋んない方がいい。まだずれてんのやば。本当にもう喋んない方がいいのかな。ポニーテ大好き。よかった。僕の好きな最強ポニーテール。似合いすぎてキュンシーする。みんなずれてんの分かっててさ、ずっと黙ったの。声が早いの。じゃあなんて言えばいいんだろう。動作が遅れて見えてるよってこと。教頭先生のズラぐらいずれてる。それはみんなにダメージがあるかもしれないじゃん。そんなに。ここは立国堂です。立国堂。ヘビは巻きません。ヘビでしょ首に巻くのは。巻いたことないけど。ひっつき虫っていう粘土みたいなのある。えりな、ひっつき虫知ってる？粘土みたいなんだあれ。めっちゃなんかね、めっちゃついたことある。ひっつき虫。なんかびっくりした。苦手じゃないです、バニラ。間違えました。リナがアイスクリームで唯一食べれるのね、チョコレートとバニラだけだもん。あ、いちごとかもなんかものによれば食べれるけど、
サーティワンは基本的になんかいけます、あのアイスは。白って生クリームのイメージめっちゃ強いけどな。生クリームは無理ないよ。サイリウムカラーってピアシなのね。ヨアニャン風そんな訳すの、ピンク赤白ってそれ人によっては分からんくない、青って青かもしれんよ、ピンク青白かもしれんよそれユニットで振るありがとう、ユニットだけなのうついたら握手券マイナス1枚だよ、それ自分に損があると思うのでやめた方がいいですよクラッカーありがとう、業務用だからそこら辺には売ってない気もする、え本当に美味しかった、業務用スーパー、業務用スーパーそんなのがあるんだ、ソリアたちも買えるやつ、タコハートありがとう、ミルクが苦手だとバニラも苦手かもね、いやバニラいけるんですよ、あのすごい誤解をね生んでしまって申し訳ないあの普通に私試飲するんで苦手なものは基本的に自分から口にしないのでね、だってさ前回の生誕のやつもバニラ入ってたじゃないですか、あれも生クリームをバニラに変更してもらったんですよ私が苦手なものに変更しませんよ、スタバとかに元気ない、え行ってもいつもあれ食べてる、マンゴーパッションティーマンゴーパッションティーは入ってないので、あの入ってない生クリームが、だし苦くないからめっちゃ好きで飲んでる、たまにたまに行くんですけどスタバ、ま、マンゴーパッションティー飲んでます、シロップ追加してるいつももともとあの甘いのにシロップ追加してる、炭酸にしたのはリクエスト、いやもともと炭酸になってて、わ分かってんじゃんってすごい、あ上から目線で言うとね、本当はこんなこと思ってないですよ、すごい上から目線で言うと分かってんじゃんって思いましたね、果汁 100% とか飲まない、え飲まないですね私、ジュースしか飲まないですあありがとう、9月27から29、あ30はやんないんだ、10月4、5、えじゃあみんな絶対飲んでね、ハタありがとう一国堂さんのモノマネですか、モノマネって言ってもうまいって言われそう、今だったら殴いんでしょハタありがとう、服かわいすぎ似合う、ありがとうありがとう送ってくれた人明日公演けどまだなのか、そうなんよ、純情が幼馴染に初恋した時のことを思い出して切なくなる、思い出す、キスをされたらとか思い出すのすごいじゃん遅刻と延長はリーナ配信のお約束、え遅刻した分延長してるから、え理にかなってませんでも今日2分だけじゃない、4分、リップを塗る時間があったからみんなにカエル化されないようにしないとって思ってリップ塗ってた配信前に あそういえばグレープフルーツはねさっぱりできそう、本当にさっぱりですね、美味しかった、8時起き偉い、えすごくない、えでも8時起きは普通にアラームの力なしで起きました、アラーム10個で起きれないのなかなか、え本当にびっくりした、なんかえアラーム鳴ってたのって感じで、本当に振動しか感じなくてびっくりしました、でもねあの裏話があってこのリハ期間中なんですけど、なんかすごい朝が早いのね割と、だし絶対遅刻したくないからなんかわざと起きやすいとこで寝てました
リビングの冷房の効いた冷房直当たりのとこで、あの空気のさエアーベッドで寝てました。わざとさ寝心地悪いとこで寝て起きやすくしてたから、今日は休みだったからなんか久々にいつものベッドで寝てみようと思って寝たら寝心地が良すぎて普通に熟睡してた。普通に。だからもう本当に耳すら聞こえんくてびっくりしましたね。ハートありがとう。なんか普通にリーナがいつも寝てるのがさすごい寝心地のいいベッドなのね。いいなんかいいマットレス使ってて、だからすごい熟睡してました今日は。タコありがとう。はた、だるまありがとう。順調の1番とか2番って何よ。え、どういうこと、もしかして見てないんですか。ミミヒーユ順調選手権を開催したらみんな自分が1番って頑張りそうね。絶対リーナですよ、普通にピュアです。ピュアインザワール、天地海越えてその手遠くまで。誰もありがとう。カレー食べてたで遅れました。なんでカレーの方が大事なんだ。リーナのドリンク一番好き。え、マジで美味しかったからリピ確定です。普通に絶対飲んで。え、お昼暑くなりそう。え、今日もお昼暑かった。明日初めて会うよ、君の相棒に行く。え、やば、めっちゃ見てね、リーナのこと。アンズのサイリウム振りつつ私のこと見てください。え、リーナが痛い思いしてるかと思うと自分の心が痛む。なんで。みんなは痛くないでしょ。最近なんか面白いことあった？面白いことは特に。最悪。あの本当にリハしかしてないんでね。見事に左右対称。そうなんですよ、なんか対称にすごいできましたね。大抵はかすり傷でも紙片は致命傷。あ、それはだいぶもう心が痛みまくって半心臓になります。あ、ありがとう。今日も可愛いよ、ありがとう。4万円賛成。え、4万円賛成なんて言ってないよりな。4万回ですよ。あ、ありがとう。今日も宇宙一可愛いよ、みんなに言ってるんでしょ。え、みんなずれてるって言ってる。え、リーナ4万円再生って言った。え、リーナ4万円再生って言ったの、もしかして。やば、え、本当に、それはびっくらぽんだ。え、そんなこと絶対言ってないんだけど、あの口が勝手に喋りました。ありがとう。クルミンがもう少し早く行けば単独でタンプレ渡せたのにという感じだったらしい。うん、そうなんだ。腹話術が超絶うまい子だと思って見てる。そんなことないんですけどね。だってずれてるついてもどうしようもないじゃん。リーナの可愛さは変わんないから。可愛さはずれませんか。ありがとう。やだ、声が早く聞こえるって珍しいな。え、ちょっとさ、リーナ遅れて動いてみるね。え、どうしよう。今から声が早いんだもんね。今から首を動かします。え、どう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 、いい感じだったんじゃない。誰の面がずれてるって、リーナが言ったわけじゃないから。ありがとう。
唯一食べられると言ってバナナとチョコの2つをあげる矛盾。あれあの言葉に語弊がありました。ハートありがとう。鉄菜でいいのフェンスみたいな。鉄菜ね、出たいね。ハートありがとう。カジケンの一日でしょ、やってみたい。鼻のラインが綺麗だね。鼻結構言ってもらえる、嬉しい。周年コンサートで耳ヒューみたいので投資でチケット買いました。見れるかは分かりませんがきっと見れるということでありがとうございます。みんなさ、いつ来るんですか周年。1日目とかおすすめですよ、すごく。なんかね、1日目と2日目はねすごい来てくれる方がなんかやっぱり減っちゃうらしいんですよ。でもさなんでみんな1日目来ないの、普通に疑問です。だってさ、どう考えてもさ1日目好きでしょみんな。なんか SK って結構さ子さんな方多いじゃないですか。なんかずっと前から好きですみたいな、ずっと前から好きでしたみたいな感じじゃん、みんな SK に対して。だからなんかびっくりですね、すごい。絶対来てよみんな。なんで来ないっていう選択肢ができるのかが分かんない。リーナはさ、推しのライブに行きたくても行けないんだよ。行けなかった行けなかったんですよ。そもそも申し込みができなかった。なんかもう人気すぎていいじゃんみんなさ、行けるんだからさ来てくださいよ。リハ毎日頑張ってるんですよ。わざと寝心地の悪いベッドに寝て早く起きてリハ頑張ってるんですよ。みんな絶対会いに来た方がいいですよ。1日目はね、結構なんかザ昔の SKE みたいな。リーナだったら絶対1日目行くって思った。すごいなんか普通にリーナがもともと SKE のファンの人だったら1日目なんかさエモいってなるじゃん。なんか懐かしいみたいな、この曲この年代だったんだ懐かしいみたいな、なれるのめっちゃよくないって思ったんですけどみんなはあんま思わないのかな。会いに来てください。スタバホイップ抜きできるよ。いやホイップ抜きだとなんかもったいない感じしちゃう。あとありがとう。果汁 100% がジュースなんだか。いや炭酸ジュースですよ私が言ってるのは。だから果汁ね 0.2% とかしかなかった。ファンタとか 0.2 か2みたいな、めっちゃ少なかった。ハートありがとう。やばい時間が、あ延長しちゃったじゃんハートありがとうしちゃったじゃないか。カレンタンポーズ、うん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 、アイムカレンタン。やばいアラームで起きれないの若い証拠。いつも起きれますけどね、すごく疲れてたんですよ。遅刻したらめっちゃ落ち込みそう。みんな落ち込むでしょ。冷房直当たりのところとか喉に悪そう。私は口閉じて寝てるんで多分大丈夫です。寝るときはしっかり寝た方がいい。だから今日しっかり寝ました。夢見なかった。当たりがとう。寝心地いいのが一番。でも寝心地よくて遅刻したら嫌じゃん。でもそれぐらい本当にやんないとねやばいんですよ普通に。当たりがとう。だるま出てこなかった名前が。ありがとう。ニコ生未だにおもろいから見てる。まだやってるんですか非公式。振動系の目覚まし、心臓じゃない、振動系の目覚まし使ってもね起きれなかった。今日振動系も鳴ってたんですけど起きれなかった。あたりがとう。半袖ではちょっときつくなってきた今日この頃。いいな北海道。久しぶりにリーナのツーショット撮ったからよろしく。嬉しい、たくさん撮りましょう耳ひげポーズとかもあると思うよね。いろんなポーズで撮りましょう。
最近食べた美味しいものありますか？え、今日食べたやつ何かはまだ言わない。ハートありがとう。4万円再生って言った、やば4万回です脳がバグってたね。制作くじいつからわかんない。でもいつかはやります。もう決まってるんでね。倫理収入できたから回そう。え、嬉しい。じゃちょっと気長に首を長くして待ってくださいハートありがとう。 0.3 秒遅れてるんだ。4万円再生って言ったけどリーダーだから驚かないやば、洗脳されてますよそれやばい。え、ずれてんの、いい感じだった、みんな全部来てくれんの、ありがとう。周年3日間全部、最終日しか行けない。え、なんでなんで3日間行く、ありがとう。え、嬉しい。2日目に行きます。1と3もぜひ。あ、でも3はもう完売してんだ。1もぜひまあでもね、お仕事とかだったらしょうがないけど、ぜひ時間がある方は来ていただけると嬉しいなとすごく思います。やっぱりさ、3回まであるでしょ。3回全然人いないみたいな、すごい寂しいんですよね。リアたちは全部埋まってる想定でリハをしてるわけだから、なんかここにレッスンを送ろうとかさ、いろいろ考えてやってるので、埋まればいいなと思いますね。すごくぜひ来てください。みんな愛想得意、わかんないわかんないですね。え、なんかあんま、え、首回すのとか結構たまにねやったりしますねでもあんまり SK の曲でね使わないんですよね、首回したりとか。また会いに行こうかな、待ってますよいつでも。交通費とか出してくれれば行きます。出さないよこれマイナスじゃないですか。リハ頑張って交通費も出すんですか。泊まりで全日行くよ、ありがとう、嬉しい。みんなありがとね。結構、え、待って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 、びっくりした、飛んでっちゃったハートありがとう。最終日しか蹴んない、それはやばい。一度には、初期の曲今のメンバーで見るの楽しみなんでしょ。なんか、え、あの子のポジション誰が入るんだろうとか予想していくと楽しくない。味方も行くよ、ありがとう。誰もハートありがとう。ガチで言うとなんか発表あるのは最終日だからじゃない？え、でもさ、違う、普通にライブの見たさとかを考えるとさ、やっぱり SK 結構昔から推してくれてる方が多いから、なんか昔の、あ、この曲エモいねみたいな、あ、久しぶりに聞いたみたいな、めっちゃ良くないって思いましたね。28は会いに行きます、ありがとう。寝心地悪いと疲れ取れなくない？でもそうでもしないと遅刻しちゃうんですふふ。若い気推しなら後半選ぶのかな。でも全部出てますよ、愛のホログラム新規。え、そうなの？そうなんだ、めちゃくちゃ新規じゃん。でもさ、なんか昔の SK 知れると嬉しくない？強気もね、初めて聞いた時すごいかっこいい曲だと感じたね。かっこいいよねあれ。やばい、アディショナルタイムが長すぎる。ニーナが生まれて SK がすぐ誕生した。そうだよ、だからね、なんか周年は SK の周年はなんかリーナも振り返ってるようなもんなんですよなんかリーナの人生とともに振り返るみたいな。あ、そっか、音ずれしてんの忘れてた。普通にスクショタイムしてました。耳ひげポーズないので、なんか耳やっときます。うん、止まっとけばいいのかな。天使、
大丈夫そう。いけてると信じて。ごめんさまポーズ。オッケー。16歳。これ習得した。はい、オッケー。きっと大丈夫。一日店長ポーズ。ただの店長ポーズ。禁止もされたら動けなくなるのポーズ。これアンズがやってたやつ。はい。カレンちゃんとリーナ似てる？本当？やばい。やばい。黒板キー音は目覚ましには最適。目覚ましには最適かもしれないけど、すごい何もしたくなります。なくなりますね、それは。耳ヒューポーズ決まってないんよ。誰もありがとう。センチュリーは席の相性悪い。良いと信じていきましょう。ポニーテール由来はポーズ。はい。音符だね、ありがとう。古い曲見ると昔の締めを思い出す。いいじゃん、めっちゃエモい。カニありがとう。ありがとう。クラッカー。16歳ポーズいい感じでしょう。でしょ。ということで、やばい、10分も延長した。今日は配信終わりたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。なんかあるかな。あ、生誕ドリンクが27日から。これ2と7 27日から始まるので、ぜひ皆さん飲んでいただけたらいいなと思います。すごく美味しいです。あと周年コンサートね、1日目と2日目がまだ空きがあるので、ぜひ、なんか何も言ってなかったけど、なんとなく予約してなかったとか、仕事なくなったんだよねみたいな、その日ね、その日の仕事ちょっと急遽なくなっちゃったんだよねみたいな方とか、まだね、やっぱ行きたいかも、やっぱ会いに行きたいかもって思ってくれた方は、ぜひ会いに来ていただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。誰もありがとう。明日頑張ります。乾杯しなければ飲みたい。じゃあ早めにぜひ飲んでください。ふかふかのお布団で寝るね。あ、今日はふかふかのお布団で寝れないので、エアーベッドで寝ます。ありがとうございました。誰もありがとう。ということで、ずっとなくなったらとか言ってない、その日の仕事が急遽なくなったよみたいなやつですよ。はい、ありがとうございました。またね。